ヨアシュは、北イスラエル王国第十二代の王で、エフ王朝第三代の王である。ヨアシュとも表記する。ヘブライ語で、ヤファウェは与えるという意味。ヨアハズの子として生まれ、紀元前七百九十八年に王位について十六年間王位にあった。彼もヤロブアム王の偶像礼拝の伝統を継承した。ただし、預言者エリシャには敬意を払い。 このため彼が晩年寝込んでいる時に見舞いに向かったところ、エリシャはヨアシュに弓を射るように命じた。そしてアラムに三回勝つことを予言した。祖父エフー、東エイホアハズの時に領土の一部がアラムに奪われていたが、アッシリアがこのアラムを征服するようになり、アラムがアッシリアに過酷な貢ぎ物を課せられて国力の衰えた時にヨアシュは、 アラムのベンハダデと戦って、奪われていた領土を取り返した。ヨアシュはまた、ユダ王国のアマツヤの挑戦に応じ、ベテシャメシュの戦いで、ユダに対象して、アマツヤを捕らえ、エルサレムに進撃して、神殿の財宝と人質を取って、サマリアに外戦した。なお、列王記では、他の期待スラエルの王と同様、主の午前に悪を行ったで片付けられているが、フラウィウス・ヨセフスの、 ユダヤ古代史第9巻8章6節では北、イスラエル王の中で唯一良い評価をされており、彼は特攻高い君子で、その成功は父親と正反対だった。としている。ありがとうございます。